18日土曜日、今日のお昼は何ですか？ ST48 岡山県出身の沖ゆかです。私と一緒に番組をお届けしているのは ST48 香川県出身の福ちゃんこと福田あかりです。はい、早速メッセージが届いています。岡山市北区ラジオネームエリックアットマーク受験生さんからいただきました。おきぽ、福ちゃん初メールです。絶対に行きたい大学を目指して頑張っているのですが、どうしても眠気に負けてしまうことがあります。模試の判定が不安なので、もっと勉強しないといけないのに、眠くならない方法を教えてください、ということで。なるほど。私たちの答えは曲の後で。萩原工業プレゼンツ、はみ出せはみ出せ STU48。 この番組は萩原工業の提供でお送りします。今週のオープニングナンバーは1月29日リリース、 ST48 4枚目となるニューシングルです。今日は大学入試センター試験の初日ということで、夢に向かって頑張っている方も多いのではないでしょうか。萩原工業プレゼンツ、はみ出せはみ出せ ST48、 ST48 の沖ゆうかと香川県出身の福田あかりです。はい、まずはリスナーさんからの質問を紹介しました。勉強中に眠くならない方法は、という質問なんですけども、はい、かりんさんは、はい、なんか学生時代にやっていたものとかありますか？うん、そうですね、でも私も受験勉強してたからずっと眠くて、うん、そういう時は一回勉強やめて、うん、お外を3周ぐらい家の周りを歩いてた、散歩で。へえ。歩いたら眠気覚めるし、うん、運動にもなってまた頭働くしで、とりあえずやめる。無理やり継続したら効率悪いし。確かに。私はなんか夜中勉強するタイプだったんですけど、本当に眠い時はもう寝て、うん、で6時ぐらいに起きて1時間勉強でしたね。えらいね。勝てるかどうかなんですけど、眠い布団から出てまず、うん、結構リスクもあるんですけども、うん、はい、そんな福田あかりさんと一緒にお届けするハミアメ ST48、 今週はこのコーナー、おきちゃんウキウキイングリッシュ。イエーイ。最近の握手会では海外の方も来てくださるようになりました。瀬戸内の海を越えて世界中の方々にも私たちのことを知ってもらいたい、そこで英語を身につけようという企画です。ST48 学力試験1位のあかりんさん、はい、英語はもちろん得意ですよね？とっても苦手です。あ、意外と得意教科はちなみに国語です。文系、はい、私も、はい、今回の特別講師は萩原工業入社1年目宇野彩さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 Hi, I'm Sai Una. I started working in the quality assurance section of Hagihara Industries from this April. In my childhood, I used to live in South Africa for 5 years, and that is when I started learning English. I would like to thank you for inviting me to your radio show today.キュリーはちょっと待って、どうしたんですか？これはハミアミですよね。これはハミアミですね。一体 何が流れたのか、私が聞き取れたアフリカだけ私も聞き取れた。あとなんかラジオ呼んでくれて Thank you みたいな、なんか言ってました多分、はい、全然聞き取れなかったんですけど、びっくり。何者？宇野さんは一体、はい、この4月からですね、萩原工業の品質向上課で働いております、はい、宇野彩と申します。で、幼少期に南アフリカに、はい、当たってた。5年間住んでいまして、すごい。これがきっかけで英語を学ぶようになりました。で、今日はラジオに呼んでいただきありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。アフリカって珍しいですよね。そうですね、だいぶ珍しいと思います。それはご両親？あ、そうですね、父の仕事の関係で、家族で、はい、すごいすごい。とかって、今回は宇野先生から英語のリスニング問題を出していただきます。はい、私たちが聞いて、うんうん、それをボードに答えを書くの？はい、ボードで書くの？ラジオなのにそうなんです。お、それとかあるよね、ハミアミ。ハミアミ、大体そんな感じ。素敵、うん、素敵、ありがとう。素敵じゃあ先生、はい、お願いします。お願いします。では大学入試センター試験2019ヒアリング問題から出したいと思います。ガチや、本気のやつこれ2人の人が話をしているので、何について話してるかちょっと当ててみてください。はい、はい、いきます。 We need an idea for a new cartoon character. I agree. How about a vegetable? That sounds okay. But for a stronger impact, give it wings to fly. Good idea.
Good idea. Good idea. 最後ね、それはいい考えだ。え、キャラクターみたいなこと言ってました今。そうです。ベジタブルって言ってました。あ、言ってます。野菜のキャラクター、Good idea。これを書く。何について喋ってくれたかを書く。そうですね。野菜のキャラクター。野菜のキャラクターね。最後のグッドアイディアしか分かんなかった。超グッドアイディア。アミアミに来てこんな高度な問題が出ると思わなかったから。はい。じゃあ私から野菜のキャラクターを考えているインザトマトマン。トマトマン。なんかえトマトは言いましたっけ？トマトは言ってないです。言ってなかったですね。じゃあ、はい、答えを。ちょっと真面目に考えたけど。はい、野菜の調理方法。野菜の調理方法、なるほど。でもキャラクターっていうか、ベジタブルライスアイディアだから、野菜は揚げた方が美味しいんじゃないみたいな。フライ言ってた。マジ？トマトマンが、トマトマンが、トマトマンが空を飛んだら、子供たちが喜ぶからいいアイディアだみたいな。おお。でも近い。近い。正解は、はい、まず新しい漫画のキャラクターの案が欲しいなって最初の人が言っていて、うん、で2人目がそうだね、野菜なんてどうかなっていう風に言って、2人目の漫画次の人が、あ、いいね、でもインパクトがあるものにしたいので、うん、飛べるように羽をつけましょう、はあ、でトマトマン、それがいい案だねっていう風な話をしてます。え、じゃあトマトマンだ。実質合ってますね。じゃあそうですね、トマトマン張り付いてる、羽をつけてるので合ってますね、はい、難しい。これがでも実際にセンター試験で出たということです、はい、なるほど。もう本当にこのレベルが今からどんどん、とんでもない。そうです。はい、次の問題、はい、次は STU48 さんの楽曲の歌詞からの問題で、はい、これは正解しなきゃ、はい、確かに。では、はい、問題出します。 You are too kind. I don't know what I should do if you tell me to go to the hospital and take me there. ホスピタル take me back? 病院にもう一回戻る。病院とかあったっけ？恋の病みたいな。恋は病気だ。絶対そうだ。え、恋は奇妙中じゃん。絶対そうだ。その歌詞、なんか病院みたいな歌詞あったっけ？もう一回いいですか？はい。You are too kind. I don't know what I should do if you tell me to go to the hospital and take me there. 恋は奇妙中のメロディーが全然浮かばない。ごはんごはんごはん。熱が出たあるの。だからちょっと優しくして。病院に行ってみたら熱だったみたいな歌詞ないから。最後ある。ある？最後は本当に風邪ひいたみたいな歌詞があります。歌詞が分かんない。悔しい。チャートに。ちょっとじゃあ恋は奇妙中っていう答えを出しておきます。はい、大正解です。どこどこどこ。どこだよ。はい、じゃあそれでは正解を聞いてみましょう。ここでした。マニアックやな、はい、正解の部分があなた優しすぎるは病院行かなきゃって連れてかれても困ってしまうわの部分でした。なんかでもニュアンスは分かったっていうか、可愛い歌詞だね。可愛い歌詞。チャートリーメンバーだったら分かったのかな。これはのんちゃんさん分かってないと思う。のんちゃん分かってないじゃあのんちゃん分かってないと思う。そっか。でもなんかシティの曲英語で聴いてもなんかいいね。最後は入社1年目の宇野先生からお仕事でのエピソードを紹介していただきたいと思います。はい、はい、The most memorable work that I have done throughout this year was when I attended the exhibition that was held in the United States. I enjoyed promoting our products to the people who are in the same business, but at the same time I felt its difficulty to explain in Englishディフィカルトだとか、だジョブみたいな、ジョブ仕事、はい、なんておっしゃったんですか。入社して、はい、一番思い出に残っている仕事は、はい、アメリカで行われた展示会に参加させていただいたこと で同業者の方に弊社の商品を伝える楽しさと同時に英語で伝える難しさっていうのを経験できて、それが入社しての一番の思い出かなって、今ちょっとお伝えさせていただきました。すごい、なんか面接すぐ受かりそうな受け答え。しかも全然違ったね私ら。深い。深いですね。でもなんかかっこいいね、英語で使ってこうやってね、社会で活躍されてる方。で入社1年目、社会人1年目、社会人何年目ですか？
社会人の3年ですね。私たちもね、やっぱ海外に向けて多分シティ48もね、喋るようになりたい英語。じゃあこれからもどんどんハミハミに来て、はい、英語を勉強しましょう。そうですね、とりあえず ST の歌詞ぐらい分かるようになりたいです。そうですね、はい、ということで以上、おきちゃんウキウキイングリッシュでした。ハミハミ ST48、 今週もお別れの時間です。新年最初の放送から3週お付き合いいただいた福田あかりさん、ありがとうございました。ありがとうございました。どうでしたか、3週、はい、2回目ですけども、しかもそうですね、でもこの新年一発目の3週に呼んでいただけたのがすごく嬉しいなって思いますし、あの目標も先々週決まったりとか、で今日は英語も習得したりとか、ちょっと進化しかないハミハミだなと思うので、 ありがとうございます。またこの素敵な番組に呼んでもらえるように頑張りたいと思います。体調不良にはならないように気をつけたいと思います。そうですね、まだまだ寒いですから、はい、風にも気をつけて、はい、今日の放送日記は写真と一緒に番組ブログで公開します。番組公式ツイッターもチェックしてみてください。ハッシュタグハミヤミ ST48 でつぶやくとスタッフがいいねします。感想のつぶやきも待っています。萩原工業プレゼンツ、はみ出せあみ出せ ST48、 ST48 の沖優香と福ちゃんこと福田あかりでした。バイバイ。この番組は萩原工業の提供でお送りしました。